おっしゃる神様、ありがとうございます。新しい朝を迎えることができてありがとうございます。神様が今日も私たちの人生を導いてくださり、すべてにわたってあなたは関心を持っておられ、私たちのうめきや呼吸や心臓の鼓動一つ一つでさえもあなたは知っておられて、私たちを守っていてくださることをありがとうございます。私たちもあなたを思い、またあなたに目を向け、この1週間私たちと共に歩んでくださる方をたたえ、そしてこの1週間をスタートできますように、主どうぞこの朝の礼拝を祝福してください。心から感謝をいたします。遅れている方々の足を早めてください。またインターネットで礼拝する方々のうちにも臨んでください。感謝を伝え、愛するイエス・キリストの御名でお祈りをされます。アーメン。それでは今ここに、この賛美からしていきたいと思います。今ここにいる主の礼が楽しく望まれるから、you、yeah.
歌の一つに正しい手を振ったりその髪を入れて歌います。十字架の中に浮かぶ救いの死を見ようや、とはなおかしい
私を助けてくれ。
Oh.
Thank you.
たるものとお先こられる御霊と覚えてこれを聖なる人せよ。あなたの父と母を敬え。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。アメン。4番のヤベツの眠り。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。アメン。さあ、祈ります。天の父なる神様、私たちの一週間をお守りくださりありがとうございます。新しい一週間に向けて復活のイエス様を仰ぎ、またこの礼拝を通してあなたとの関係を回復し、またバイオリンやギターピアノその音色を調律するように、私たちのそのずれた部分を調律してください。御言葉と聖霊があなたに正しい心を持ってあなたに向かい、また自分に向かい、また他者に向かい生きていくことができるように、どうぞ神様御言葉と聖霊によって私たちを整えてください。また訓練してください。私たちを育ててくださいますようにお願いいたします。あなたによって成長させられて、私たちは栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。主よ、ありがとうございます。私たちが成長した分だけ、その分だけ祝福され、成長できた分だけ喜びを感じ、感謝を感じ、人を愛することができるように変えられていきます。どうぞ神様、痛みがありますけど、神様あなたが私たちを今週も整えて導いてくださいますように主を期待いたします。また私たちが成長するとともに、この国に、この世界に福音が広がっていくように、どうぞ私たちを導いてくださいますように心からお願いいたします。感謝と賛美を捧げます。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。一緒に礼拝できることを心から感謝したいと思います。時間が過ぎるのが早いっていうのはですね、小学校の時、一日が長くてね、まだ早く夏休みにならないかな、夏休みが終わるとね、
秋になり、早く冬休みにならないかな、その時間が長かったことを覚えてるからではないでしょうかね。それに引き換え最近は、今は、1週間があっという間に過ぎてしまう。まあ、一説によればですね、ルーティンワークをすると、つまり同じこと、主婦であればいつも家で、何時になるとご主人の食事を作り、そして、布団を上げて掃除をして、というですね、そういうのが、いつも同じことをやってるとね、だんだん慣れてしまう。慣れてしまうと、時間に対してね、鈍感になってしまう。早く感じる。まあ、お仕事してても同じですよね。いつも同じような仕事をしてるとね。まあ、だから、旅に行くときね、行きは長く感じるんだよね。帰りは、こんな近かったっけ？あっという間に感じることがありませんでしょうかね。妻なんかよくそういうんですね。どっか遠くへ、っていうかね、買い物に行って、こんな近かったの？まあ、帰り夜だから空いてるってこともあるんでしょうけどね。見た景色、だからじゃないかなと思うんですね。行きは初めて見る景色、見慣れない景色でも、帰りはね、向きは違っても、方向は違ってもね、同じような景色だから、早く感じる。慣れないことをすると、時間が長く感じ、慣れたことをすると早く感じる。じゃあ、早く感じないためにどうしたらいいか。慣れないことをしたらいい。まあ、皆さんの人生の中で、イエス様を迎えて、それだけでね、人生エキサイティングですね。今までと同じじゃない。今までと同じ中にイエス様を迎える。そしてイエス様と共に生きていく。まあ、それは必ず、人を愛し、伝道することにつながっていきます。まあ、今まではね、ふらっとこう、声をかけなかったのがね、まあ、例えば私はお風呂屋さんなんか行くとね、もう疲れてね、もうゆっくり浸かりたいんでね、誰とも喋らない。隣の人たちがね、まあ、入れ墨が入っててね、そして大声で笑ってる。まあ、入れ墨は関係ないですけどね、まあ、入れ墨が入ってるんで、誰もうるさいって言いにくい。まあ、いいんですけどね、静かに入ってたいなって思うことがありますけど、まあ、昨日は、お触れ合いに行ってね、何人かの人とお話をして、そうするとね、まあ、何かしらの伝道のきっかけになったり、なんかとっても楽しい感じがしましたね。新しいことをするといいですね。あと、それから、まあ、路傍伝道をするとね、いいですね。毎回新しい経験がある。まあ、もし時間があったらね、一緒に、日曜日の夜なんかも伝道してますし、また、1週間2回ぐらい、外で伝道してますので、一緒に、伝道できたら、まあ、新たな経験をしていく、昨日と同じじゃない、先週と同じじゃない、全く新しい1週間を、私たちは主と共に歩んでいきたい、そう願います。イエス様を愛する人、イエス様と一緒に歩みたい、そう願う人は、アメンと言ってください。アメン。今日はキリストの復活2回目。日曜日というのは、キリストの復活を祝うために礼拝がなされました。かつてユダヤ人たちは週2回、礼拝するようになりました。まあ、最初はね、土曜日だけだったんですね、ユダヤ人、ユダヤ教だけの時は。しかし、この方々がクリスチャンになった時には2回礼拝したんです。土曜日と日曜日。まあ、土曜日は決められた安息日礼拝。そして日曜日はイエス様の復活を祝って。しかし、後に、この伝統はどう変わったか。土曜日の礼拝をやめちゃったんですね。そして今日に至るまで、クリスチャンは日曜日に神を礼拝している。まあ、私たちは今日、そういう意味で集まっているんですけど、イエス様の復活が、この日曜日だった。この復活から全てが始まった。皆さん、それを喜んでいきたいものです。イエス様は、復活されました。今日そのことをまた思い、墓の中にさんがね、この、説教要約を見ててくださるとその順番に書いてありますので、聖歌172番一緒に歌いたいと思います。はい。墓の中に、糸低く葬られたり、葬られたり、
何か父、君こそ勝利の主なれ、君こそ誠の主なれ、褒めようイエスを、我らの民を。アメン。それでは聖書を開いていきます。ヨハネ20:1-8、購読をしばらくしてたんですけど、一緒に読んだ方がですね、いいかなと最近思って、今日も、ヨハネ20:1-8、読んでいきたいと思います。ある教会行くとですね、牧師が読むよりも信徒の方々がバババって読む教会もあるよね。うちはそんなことないですけどね、一緒に読んでいきましょう。20:1-3、はい。さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て行った。誰かが墓から石を取ってきました。死をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロより早かったので先に墓に入った。そして体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが中には入らなかった。シモン・ペテロが彼に続いてきて墓に入り、雨布が置いてあった。イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。アメン。キリストの復活2回目という題で今日はお話しいたします。まず第1番目、マグダラのマリアが弟子たちに報告する、2節のところですね。そこで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て言った。誰かが墓から死を取っていきました。死をどこに置いたのか私たちには分かりません。マグダラのマリアは墓にやってきて、そこには封印解かれ石が取り除けられて空っぽの墓があった。それを見たマグダラのマリアはですね、誰かが私の主イエス様を取り去ったと考えて、慌ててペテロとヨハネのところに報告しに行った。それがまず、この2節のところに書かれています。キリストの復活を見たマグダラのマリア、見たというよりもその遺体がないのを見た。それが復活の証拠であった。でもそれが復活だったかどうかというよりも遺体が盗まれた。だからこれは復活を信じてなかったんですね。復活を信じてたらね、蘇って、今主はここにはおられない。でも遺体を持ち去ったってことは、復活したんじゃなくて死んだままで誰かが遺体を持っていったんだ、そういうふうに思った。2番目、このマリアの報告を聞いて墓に向かったペテロとヨハネ、これが3節から5節ですね。そこでペテロともう一人の弟子は外へ出てきて墓の方へ行った。ペテロとヨハネはマグダラのマリアからの報告を聞いてイエス様のお墓に向かう。ヨハネはですね、ここに名前が出てこないんですけど、これはヨハネの福音書だからもあるんですけどね、どこに出てくるか。もう一人の弟子っていうのがヨハネなんですね。面白いですよね。自分のことをもう一人の弟子、今日の箇所だけでも少なくとも今数えたら4回出てきましたけど、さりげなく、彼は何かをアピールするんです。自分が足が速かったってことを言ってるんですね。先に着いた。4節、
二人は一緒に走ったら、もう一人の弟子が出てきましたね。もう一人の弟子がペテロよりも早かったので、先に墓に着いた。さりげなくね、ヨハネは、自分の方が足が早かった。だから先に着いたってこうね。まあ、伝承によればですね、この弟子たちの中で一番若かったのが、このヨハネだっていう。だから、足が早かったんでしょうね。五節。そして体を鏡で覗き込み、天布が置いてあるのを見たら中には入らなかった。ヨハネは一番最初に墓に着いたけど、覗き込んだけど入らなかった。まあ、つまりですね、遺体に触れる、死体と対面するってことは、宗教的に汚れるってそう考えたんでしょうね。躊躇して、ヨハネは先に着いたんだけど入らなかった。それがですね、はい、で中を見るとね、このもぬけの殻になった雨布が置いてあった。さっきまでね、そこに入ってただろうと、そのままの形で置かれていた。まあ、これが2番目ですね。マリアの報告を聞いてペテロとヨハネがやってきた。続いて第3番目、お墓に入るペテロとヨハネ。お墓に入るペテロとヨハネ。6節から見ています。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、雨布が置いてあった。イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時、先に墓に着いたもう一人の弟子も帰ってきた。そして見て信じた。ヨハネが先に着いた、足が速かったから。その後にペテロが着いた。でも先にお墓に入ったのはペテロだったって言うんですね。まあ、年の子でしょうね。まあ、先輩だっていうかね、腹が座ってる。まあ、後のものが先になる。先についたヨハネではなくてね、後についたペテロが入った。まあ、こういうことが聖書でよく行われますよね。後のものが先になる。ペテロが、先輩だけどね、後についた。でも後のものが先に入って、お墓に入るとイエス様の遺体が巻かれた雨布が体の形になったまま残っていた。生々しいですよね。なんかぬくもりが漂ってきそうなぐらいのね、そんな感じがします。まあ、イエス様の体はですね、どうしてこんなね巻かれたままになったかというと、この包帯を通過したってことなんですね。すり抜けた包帯を、包帯に、支配されていなかったということになります。つまりイエス様の復活の体は、私たちのこの体とは次元が違う体なんだということをね、ここで見ることができます。皆さん、少し前にですね、ラザロという人が復活しました。死んで4日経って臭くなっていた。で、お墓から出てきた時にね、なんて言ったか、包帯を解いてあげなさいって言ったんですね。自分では取れないからね、解いてもらってラザロは生き返った。でもイエス様はその包帯、雨布をスーッと通過していった。八節。その時先に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。もう一人の弟子は先ほどから言ったようにヨハネですね。ペテロに続いて後からヨハネに入った。でもまた逆転したんですね。ペテロは信じなかった。でも後から入ってきたヨハネが信じた。また後のものが先になる。まあ、ヨハネが一番最初に弟子の中でイエス様を信じたということができます。続いて4番目、ヨハネがナレーションしてるんですね。説明をしている。9回、彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったので、それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。で、このナレーションっていうのはその時のものじゃない。ずっと後に何十年か経ってから、この出来事を振り返って書いてるんですね。その時のものじゃないんです。で、その時はみんな知ってるからね、こんな福音書書かなくていいって思ったはずです。でも
いや、私たちは死ぬ。その後にこれを書き残さなきゃいけない。そう言ってね、福音書が書かれて、ずっと後になってこの、説明が加えられている。弟子たちはですね、何度もイエス様から、蘇るって言われてたんですね。私は蘇る。でも、理解できていなかったんだって、振り返って、ヨハネは言ってるんですね。でも、この時一番最初に信じたのは、ヨハネだったんですね。一番若いヨハネ。長いこと信仰を持っている、先輩たち、その信仰は素晴らしいです。でも、若い人の信仰っていうのもまた素晴らしいんですね。つまり柔軟なんです。さーっと信じることができるんですね。若い人たちは単純なんですね。皆さん、子供や若い人たちに伝道するっていうことが大切だってことをね、このヨハネが先に信じたっていうことを通しても思わされるんではないでしょうか。伝道者の書12の1にこう書いています。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよう。一緒に言ってみましょう。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよう。アメン。あなたの若い日はいつでしょうか。それは若者っていう意味もあるんですけど、一番若い日は今日であり今ですよね。私にとっての若い日は今日であり今です。今私たちは改めてイエス様の復活を信じたい、そう願います。墓が空っぽになっていたので、弟子たちは、もうここにいる必要はないと感じたんでしょうね。ここにイエス様の体がない。他の弟子たちに伝えよう。そう思って、弟子たちは移動していきました。29-9、それで弟子たちはまた自分のところに帰っていったってあります。自分のところに帰っていった。まあ、これがヨハネのナレーションですね。振り返ってみて、そう言ってるんですね。まあ、今ならわかる。私たちもそう思いますよね。なんで信じられないのって。でも、後から振り返ってるから言えるんですね。その場にいたら私たちもきっと同じだっただろうと思います。今日の箇所はここまでですね。あとは結論をお話しします。今日は3人の信仰をまず挙げます。1人目の、信仰はペテロですね。ペテロの信仰。27、イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒ではなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。この布を見た、雨布、ターバンを見た。この見たって言葉はギリシャ語のセオンレオという言葉です。セオンレオ、これは目で表面的に視覚的に見たって意味なんですね。24-17、しかしペテロは立ち上がると走って墓に行き、かがんで覗き込んだところ、雨布だけがあった。それでこの出来事にも驚いて家に帰った。見た、驚いた。そして家に帰った。見た、驚いた、家に帰った。まあ、それだけだったっていうんですね。表面的に見たのがペテロの信仰でした。まあ、しかしですね、後に信じた。後に復活のイエス様と出会って、その時初めて信じた。まあ、それがですね、ペテロでした。最初信じなかった。見て驚いて去っていった。でも、会ったら、見たら、信じた。まあ、これがペテロの証拠でした。2人目、ヨハネ。あの弟子、一番若かった人ですね、ヨハネ。28。その時墓に着いたもう一人の弟子も、もう一人の弟子はヨハネも入ってきた。そして見て信じたって言うんですね。しかしですね、この見てっていう言葉は実はですね、日本語では同じなんだけど、原文のギリシャ語では違う言葉が使われてるって言うんですね。ヨハネの見るっていうのはエイドスっていう言葉だったんですね。それは深く見るっていう意味です。表面だけではなくてね、その深い本質を見る。ペテロは表面だけ見ました。しかしヨハネ、若いヨハネは本質を見た。そしてこの雨布を見ただけでね、想像したんですね。ああ、主は復活したんだ。
本質を見たヨハネはイエス様の復活をこのアマンノだけで信じた。でさ、これがヨハネの信仰ですね。タイプ違いますよね、ペテロとヨハネ。じゃあ続いてですね、有名なトマス、やっぱりこの信仰っていうとね、トマス、疑い深い男トマスっていうのがね、有名ですよね。ヨハネ 20-27、 それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神。トマスは見ただけでは信じなかった、さらに触んなきゃダメだった、触って信じた。イエス様は見ないで信じるものになりなさいと言われました。でも見て触ったトマスの信仰も認められたんですね。イエス様は私たちのそのレベルを良しとしてください。トマスの信仰を見てそれを思うことができます。ヨハネ 20-26、 イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じるものは幸いです。認めるよ、でも本当は見ないで信じた方がいいんだよって、そうトマスに言われたんですね。まあ、優しく愛を持って、諭しているという感じです。じゃあ4人目はあなたの信仰ですね、私の信仰、それを見て今日は始めたいと思います。皆さんはどんなタイプでしょうか。今ペテロ、ヨハネ、コマスと見てきましたけれど、ヨハネというのはすぐ聞いて見て信じた柔軟な人でした。ペテロは体験するまで、出会うまではイエス様を信じませんでした。トマスの方はですね、体験だけじゃなくて印が欲しい、見ただけでもね指を突っ込まなきゃ、もっと疑い深かったんですね。この中で、まあ、ヨハネが一番単純でいいですね。しかし本当はスタートも大切です。信仰っていうのはスタートが大切だけど、その終わりが大切なんです。もっとね、信じた、でも途中で投げ出してしまったのではなくて、最後まで信じるっていうことが大切なんですね。皆さん、スタートが遅れてもね、いいんです。最後まで信じていきましょう。天国行くその日までです。天国行ったらもう信じる必要ないんですね。もうそこにありのままのイエス様がおられるからです。ヨハネはこの後どうしたか、イエス様の母を引き取って、そして、イエス様の母と同居して、まあ、イエス様の母は、早くして亡くなっていくんですけど、その後ヨハネはエフェソに移り住み、最後はパトモス島という島に、移住しました。まあ、そこでですね、ヨハネの黙示録を書いたんですね。唯一ヨハネは殉教しなかった弟子でした。でも最後孤独で、ヨハネの黙示録をね、たくさんの幻、怖い幻を見させられて、書いた、神様はヨハネにふさわしい最後を、人生を送らせてくださった。ペテロはどうだったか。ペテロは初代教会のリーダーとなり、説教をしたら一気に3000人5000人が救われた。さまざまな癒しや奇跡を行った。多くの人を救ったんですね。そして最後はどうか。イエス様と同じじゃ申し訳ないって逆さまになって十字架、頭を下にして十字架につけられて血を流して死んだと、殉教したと言われています。まあ、これも、ペテロの生き様としてはふさわしかったと思いますね。トマスはどうだったか。イエス様が天に帰った後ですね、その後、アジアの方まで行った。ペルシャやインドなど、そして最後はそこで殉教して殺されて天に帰っていった。トマスは疑い深かったけれど、最後は立派な歩みをした。だからこれが大切なんですね。スタートがね、遅れても時間がかかってもいいんです。よく考えて信じて、そして最後を全うするってことが
信仰において大切です。皆さんはどんなタイプでしょうか。どんなタイプでもいいです。神様はそのあなたのタイプを愛しておられ、あなたの信仰を認めてくださり喜んでください。信仰がなくては神に喜ばれることができませんとあります。だから今日信仰を持ってイエス様の復活を、イエス様ご自身を信じていきましょう。そして皆さんの信仰始まった今、あなたの信仰がですね、最後まで守られて抜刀され、そしてですね、多くの人に、主の愛を伝えていく、そのような人生を送れるようにと祈りたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。イエス様の復活、それは弟子たちの信仰の復活であり、また私たちの信仰の復活でもあります。主よ、どうぞその信仰が終わりまで全うしていくことができますよ。死に至るまで忠実でありなさい、そう言われました。イエス様、あなたは私たちを忠実なものと見て先に選び、そして最後までその信仰を守らせてくださると信じます。神様がどうぞ私たちのその信仰をさらに深め、引き上げてくださいますように心からお願いいたします。感謝を捧げます。愛する主イエス様の御名により感謝してお祈りいたします。はい、それでは皆さん一緒に、立ち上がってですね、献金の時を持っていきたいと思います。献金を準備してくださって、聖歌539番見えるところに裏ずしてを一緒に賛美していきたいと思います。心を惑わすことがたくさんありますけど、
今日あなた様からいただいたメッセージのように私たちがこの世を去る最後の瞬間まであなたと共にある歩みと信仰ができますように、そして主よ、どうぞ私たちの心があなたから離れることもありませんように、どうぞこの日々を導きお守りください。主よ、あなたからはたくさん計り知れない恵みをいただきありがとうございます。今その一部をあなたにお返しいたします。どうぞあなたのご用のために誓い、そしてお捧げくださったお一人一人をあなたが豊かに祝福してください。感謝して、この時、イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。ありがとうございます。主の時を賛美。主に感謝せよ。主が生誕式を行います。生誕式を通して私たち一人一人が今日も神様の愛の中で信仰を新たにし、信仰を告白し、主を礼拝できますように、一言お祈りを捧げたいと思います。恵み深い天の父なる神様、ニコイエスキリストが十字架の上に死に私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の御苦しみを深く覚えさせてください。今このパンと葡萄酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをより厚くし共に福音の証に生きるものとさせてください。主キリストイエスの名で感謝してお祈りを捧げます。アメン。私たちの主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを裂きこう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。今感謝を持っていただきましょう。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。イエス様の血による契約、そしてその救いを感謝していただきましょう。もう一言祈りたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたの限りない憐れみと私たちによって私たちが招かれ主の聖餐に預かることができて心から感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに改めて確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願うくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように、
主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主キリストイエス様の皆により感謝して賛美してお祈りを捧げます。アーメン。あなたは私の名によって悪霊を追い出すことができる。毒を飲んでも害を受けることがない。蛇をつかむことができる。具体的にあなたは権威と力を与えてくださったとあります。それは信じる者私たち全て一人一人です。主よ、あなたがおっしゃってくださったように病気に手を置き、主よ、あなたに願い求めます。健康を与えてください。ヨハネがその生涯最後まで過去もして圧倒し目白く書いたように私たちも願わくは長生きさせてください。そして主の栄光を表していくことができるように神様、私たちはこれからの人生最後までお導きくださいますし、イエスの皆によって私たちを導いてください。健全にしてください。今多くの人の病です。またがん、さまざまな筋の病はじめ、またインフルエンザも胃腸炎とかも私もまた流行りましたけど、主よどうぞ、風邪やストレス、病から私を守り、健康な人を守ってください。さらに健康にしてください。今病の人は健康を回復させてくださいますよ。イエスの皆によって命じる。病を癒されよ。病気を癒えて去っていけ。そして健康になりますように祝福してください。さらに私たち心も健康になる。聖霊で満たされますよ。聖霊で溢れさせてください。聖霊で溢れさせてください。聖霊で溢れさせてくださいますよ。祝福してください。お願いいたします。神様、あなたの御霊を心から感謝します。主よ、あなたの御霊で溢れさせてくださいますよ。御霊で溢れさせてください。御霊で溢れさせてください。お願いいたします。あなたの祝福の中において御霊に溢れ、新しい週間を私たちをお導きください。私たちをお導きください。私たちをお導きください。聖霊で満ちて溢れるようになるように祝福してください。おー、主様、ありがとうございます。主よ、あなたの力を感謝します。御霊の満たしを感謝します。御霊が流れ溢れることを感謝します。主よ、一人を今日もこのように一
ストはパンだけで生きるのではない、神の口の言葉で生きるとあるように御言葉をくださり感謝いたします。そして神様、聖霊の水を注いでください。心から感謝いたします。どうぞ神様、一人一人がさらに1週間、毎日どこにいても神様の言葉に飢えることがないのに、御言葉による危険があると主は言われましたけれども、私たちはいつでもどこでも聖書を開き祈ることで御言葉と聖霊に預かり、この世の荒野にあって私たちは飢えることなく生きていきます。迷うことなく生きていきます。皆様、どうぞ固くあなたが握ってください。私たちをお導きください。あなたの御手に詰めていられ、感謝を捧げ、御手に委ね、お委ねしイエス様の名でお祈りを捧げます。アメン。誰よりもあなたを、誰よりもあなたを愛してる、あなたを誰よりもあなたを残して
いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願くは、我らの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが集いましたお一人お一人とともに、そのご家族親族一同の上に、インターネットなどで礼拝されていた方々とともに、今も後も世の限りなくあらんことを、アーメン。アーメン。感謝なくしてもってイエス様に栄光を返したいと思います。アレルヤ。アーメン。どうぞお座りになってください。神霊が捧げられて、これから感謝いたします。